Everyone, I'm glad to see you to see you out. ガールズバー、はい、俺のことをガールズバーに連れてきたかったら5問出すから3問以上正解しなきゃダメ。3問以上正解しなきゃダメなの。1問目。最近終わったクイズ番組の名前はアタック25。あ、正解。では昭和56年から平成5年まで続いたお昼にやっていたクイズ番組はなんだ。柳生博士が司会のお昼にやっていたクイズ番組はなんだ。柳生博士も知らないの。ヘキサゴン。ん、ヘキサゴン。違います。何柳生博士って正解。それの求めないで。正解は100万円クイズハンターでした。何それ知らない。2問目。最近終わったクイズ番組の名前はアタック25。では読売ジャイアンツの背番号25は誰だ。じゃあ3問目。最近終わったクイズ番組はアタック25。では元素記号25番はなんだ。元素記号。鉄。違います。はい、3問全問正解なので失格。はい、今回も無事3問全問正解に持ち込みました。とりあえずアタック25というクイズ番組が終わってしまったので、25に関わるクイズをいくつか出していきました。ご視聴いただきましてありがとうございます。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。フォーサイスレオでした。アヤムレオフォーサイス。 Thank you.